ピエール・アルマンド・ガストン・ビオットは、フランスの政治家、軍人。最終階級は、師団将軍。1906年3月8日に、第三共和制時代のパリに誕生した。父は後に、軍将軍となるガストン・ビオットである。第二次世界大戦勃発後の1940年5月15日、ビオットは、セダンの戦いで、大きな戦果を挙げる。この日、フランスセダン郊外の村、ストンヌで、彼の所属する、フランス第三共和制陸軍第41戦車、大隊第1中隊が、村を占領していたドイツ陸軍第10装甲師団、第8装甲連隊と大規模な衝突を起こした。当時第41戦車大隊には、重戦車シャール B1 ビスが配備されており、彼は、ウールと、あだ名されていた B1 ビスの社長を務めていた。第41戦車大隊は、ドイツの手に落ちたストンヌを奪還するため攻撃を仕掛けた。第8装甲連隊と第41戦車大隊の間で激しい戦車戦が勃発したが、彼はその中で2両の4号戦車と11両の3号戦車を撃破している。また彼の B1 ビスは、ドイツの戦車や火砲から140発もの直撃弾を受けたが、どの弾も B1 ビスの重装甲を抜くことはできなかった。ビオットの奮闘虚しく、1940年6月にフランスはドイツに降伏した。フランス降伏後、彼はドイツの捕虜となったが、翌年脱走。自由フランス政府と接触し、自由フランス軍に移った。1942年から1943年まで、彼はシャルル・ド・ゴールの参謀長を務めている。連合国によるフランス進軍後は第2機甲師団に所属し、1944年後半には第10師団の司令官に就いた。フランスが解放された後、彼はフランス軍参謀副総長に就任している。第二次世界大戦終結後、ビオットは1946年から1950年まで国際連合でフランス軍の軍事援助の指揮を取った。1950年にフランス軍を退役すると、エドガール・フォール閣僚評議会議長の下で、国防大臣をジョルジュ・ポンピドゥ首相の時代に、海外兼、海外領土大臣を務めた。1992年6月29日に、ブローニュイ=ビアンクールで死去した。86歳であった。ありがとうございます。